こっちの方はまず一品目は大崎の塩味となってますけど、これはあのオフィシャルじゃなくて、委託バージョンの、コンビニに委託してるバージョンのタイプでしょうね。最近そういうお菓子増えたからね。コンビニのくくりのやつですね。もう自社で作ってくださいみたいな、多分あれレシピは上がってるんでしょう、多分。でも若干オリジナルじゃないっぽい雰囲気あるよね。ちょっとなんかオフィシャルとちょっと違うっていうか、どうしても。それのタゴマっていうせんべい知ってます？タゴマ。全部ゴマなんですけど。ああ、知ってるっぽい。あれタゴマだ。あれタゴマだ。あれタゴマいいっすよ。タゴマいいんだ。体にもいいっすよ。お菓子の中ではコンビニ。さあ、今日集まった皆さん、こっから準決勝を始めたいと思います。準備はできてますか？OK、行きましょう。準決勝 DJ ザイ、ビートを聞かせてくれ。準決勝第1試合、それでは呼び込みましょう。先行ランディワッサディ高校真珠出てきてください。勝った方が決勝へと進みます。発祥節の3本、それでは行きましょう。レディーファイト。こっから任せろ、俺が優勝してエイジアでライブ一緒にするぜ。マイク、おい、ヘイトプロダクツ、俺たち限界はね、新人俺と最初からラップしてた仲間だぜ。ここでやれるマジで楽しい、まるで知った街ドリフトスクスクとかいらないよ。俺らブンバップ築き上げたここまで、ブンバップ来てきたここ過去イラブ、ブンバップドリミと俺らもアクセル、ベタ踏みしていく踊り出したい、目の感覚ぶっ壊していくダウンタウン、はぁはぁはぁ、俺らはエビスモーカー、ぶち上がってきたスキルは全部超過していく、エネルギーは万全、あとやるだけ、ラディワシさて今どれしたいか、久々に台湾あるじゃん、中学の時もそういうことあったよな、今こんなになるなんて思わなかったぜ。ガンガン来る同じだ、ガンガン来る、あのギャグも覚えてランランルーとか笑ってた中学時代、任せてくれこから俺川崎ドリフトとか本当はやりたくなかったよ。プロダメなるまでやりたい、yeah.確かに俺もナメダルマ大好き、ミトリススポースモークシェイクだけだってスポーツにやってくスプスのライン、俺もダディワッサディ大好き、みんなも大好きヒップホップ大好き、俺ら大好き、俺はやってくだけ乗りこなしていくビー、ラストのバンパス気付け、ラストシット、こっちだって操作大好き、あとでピンサロ言ってやられよバイズリー、まるでグリズリーベアハックするぜ、終わったあと俺ら仲良し、同じいつもと変わらない、アイアイマジありがとうな、お前の運転で今日ここまで来た、めっちゃ身内の話出すけど好きだ、いや俺が優勝してあの駐車場代はとりあえず稼ぎます、間違いはない、あそこに止めてる、毎日ドライブしてるスモークシしてたい、旅に出るまたはトリップしていく、フッフッまたドリフトしていく、フッフッまたマイフッ踏みこなしていく、今日いい感じ上がるの、ああ終了。それではジャッジに入ります。先行ランディ・ワッサディ高校真珠、勝者ランディ・ワッサディ、真珠にもでかく拍手をお願いいたします。真珠一言ありますか？クルータグ、HFD ヘイトフルドークス間違いない、ダンタン下町隅田、ほら楽しみましょう。ありがとう、真珠に大きな拍手を。さあ見事ランディ・ワッサディは決勝へ進みました。今の試合振り返りましょう。カンさん、いや下町対決楽しいですね、見ててやっぱなんかこの地元感が出てるし、はい、なんか顔つきでもう分かるっていうか、はいはいはい、顔つきでまあダウンタウンの雰囲気が出てるし、うん、間違いないです。まあねよろしいですか、ありがとうございます。さあ見事ランディ・ワッツ・タティは決勝へ進みました。決勝に進み、次戦う相手はどちらの MC になるんでしょうか。準決勝第2試合、 DJ ザイ、まずはビートを聞かせてくれ。さあそれでは呼び込みましょう。先行 S 回で高校スパイラル出てきてください。先行 S 回で VS 高校スパイラル、勝った方が決勝へと進みます。
8小節3本、yeah. いきましょう、yeah. レディーファイト。神にお願いはしない、俺たちは新しいもん持ってるし、まるで運の操り合い、ラックは5だがまだパンピーでもねえな。俺たちのストレイシン、またもシンガーよりも B-boy のカルチャー、だから神に圧縮しない、神よりいいもんを手に入れて Rule Hard。 俺は今日は知らん仕方がなく、俺は一人ここに旅に来た絵のシェア、俺もそうだ憧れに遊ばれ、でも一言俺も神に頼らねえ、仕方なく自分己は represent me、 お前もひたすらそれ分かってやえ、大阪茨城つなぐこの架け橋、この橋は止まらない、yeah.大阪茨城入場、茨の道逃げて横浜にいるとかいるな、内容が残ってないな、まあ、ビルマからスキル残してチルで、まあ、スピード合わせたスキルがアップダウン、アウェイスモード脳から合わせな、まるで密力08スコープオーバードゥース、yeah. お前の大阪にいる MC の言葉を借りて俺は言葉を吐くぜ、地元にいることがレペセンじゃねえ、東京で戦ってレペセンなノールだぜ、Yeah、それができねえ、逆にお前が逃げてるようにしか笑ねえ、茨道ここ茨城に持って帰る、ぶち上げるぜ、yeah. 地下ファミリー、yeah.それを今してるとこが俺、東京大阪ニュージョンつながるメンバー、新しいもん好きであれが俺のは保ったブッブッ、才能それにカルチャーへアンダー、左右されないのが俺ら、だからスパイラルはストレート、まっすぐ飛んでもひねりがねえってこと、いやひねりなんて俺は音源でやってる、それお前俺と一緒に曲作ってのにわかんねえのかよ、いやそういうことなんだぜ、大阪でお前俺の、ああ仕方ねえ言っちまうか、昔に言ったのはブラックボックス、光を浴びたやつにそいつは似合わねえ、一言言うぜ、東京に来て光浴びて帰ってるだけのガキに用はねえ、終了。それではジャッジに入ります。先攻エスカイネ、後攻スパイラル、勝者エスカイネ。スパイラルにまで拍手をお願いいたします。大きな拍手。さあ見事エスカイネが決勝進みました。それではちょっと今試合を振り返ってみましょうか、カンさん。いやもうエスカイネ純粋、ああ大丈夫っつって、はい、スカイネはもう本当すごい強いですね、やっぱね、えげつないですね。えげつないですか、うん、スパイラルどうでした。スパイラルはまあなんだろう、試合としての相性はすげえ良かったけど、なんか本当まあなんだろう、別にスパイラルが悪いって感じもなかったですけど、ちょっとエスカイネが強かったかなって印象ですね。スパイラルが悪いってわけではなかったけど、うん、なるほど、ありがとうございます。さあそれでは決勝戦になります。皆さん決勝始める準備はできてますか？ OK、 行きましょう。それでは決勝戦2人を呼び込みますか。はい、ではエスカイネ VS ランディ・ワッツ・サティ出てきてください。さあこの2人が決勝で戦うビート、 DJ コペロを聞かせてくれ。いやー、勝った方が来年の1月11日豊洲ビットでキングオブキングズファイナリストとして進出します。そして今日勝てば賞金5万円もゲットすることになります。さあそれでは決勝戦に行きたいと思います。決勝戦は8小節の4本です。まだ先攻後攻が決まってないので、じゃんけんで先攻後攻お願いします。後攻で、では立ち位置入れ替わってください。先攻行くぜ行くぜ、エスカイネ後攻ランディワティサーティ、8小節の4本勝負で行います。 KOK Under 22 East at サーカス東京決勝戦、レディーファイト。チームはフラッシュに SKJ、 大阪の音楽を今インダブルディン、能力家じゃない俺たちは、文化が好きな兄弟になれそうです。どうじゃ黙りなフェイで、俺たちの曲上にも終わりだ、目覚めないよ俺たちのカルチャー、トラックより耳は研ぎ澄ます。さっきまであんな冷めた目してたのに、今更なんて兄弟なんかなるわけねえだろ。大阪のやつには乗らせねえ、ガードマンに負けてんすよ、追われねえ。おい分かってんだろ、ニヤニヤしてんじゃねえよ。投資した目がまだガキなんで、俺は一周も三周も行ってる、ヒップホップでバット入ってここ東京で。
YouTuber と B-Boy を左右するな。俺たちのカルチャーはそこじゃねえから。大阪でギャンギャンやってるやつファローアルファみたいにひっつかない。努力的エヴァトイ俺の大阪スターはヒップホップ。こっからが通り場まるで上演。お前にはお見舞い、アメブラヒップホップお見舞いぜ。今さら言うけどお前もその大阪のギャンギャンなんだよ。俺からしたらや東京下町おいでよ。お前どうせ端っこで座る隅っこで座ってるだけだぞ。はい分かってねえな。だからビビって俺に兄弟とか言ってきたんだろ。兄弟は今日2人もやめた。だから負けられねえ。死ぬではねえな。つかねえぜこの白って。いらないドイツはギャンギャン、大阪ガンガン、ドラムが響いたブンブン。この大阪から東京つながるシティライフ、マイクで交差しろ。兄弟じゃあお前ではならない。俺は一人向かうから王様、王様を見ときな。俺の背中がよく似合う Run the world star。 1番目と3番目で言ってることがちげえやつに KO って行かせらんねえよな。兄弟なるならないどっち、曲がってる曲がってる人生。ドグマの兄貴マジヤバいぜ。東京仮面じゃねえイケてるシティボーイ、ロッキーブレッサリーと発音だけかっけんだ今のバース。決勝まで来てる、東京舐めるわけにはいかねえだろ。リスキーにベスティーもんじゅいろいろいる。俺はそれに食らった。もう大阪も東京もヤバいだろ。俺のフェスに合わせな。だがあんたもある。ネクストエクトスイカはなしだ。ランディワッチサビいいだし。俺は出てるが大阪のワビサビを見舞い。千人称いすぎとかじゃない。俺らの下町の先輩ブラックマンジョーヤバい。総一郎 MSC サテライトももちろんヤバい。それからヘイトブルドクセ俺もヤバい。トヨスピットやっと2000人の前でやってやるぜ。よぉ後楽園ホールで試合はしたことあるけどもっと緊張するぜ。終了。それではジャッジに入ります。先行エスカイネ、ここはランディワッサディ。優勝はランディワッサディ。エスカイネに大きな拍手をお願いします。エスカイネです。ちょっとロロロロロロロエスカイネ、ちょっとお知らせあると思うんで。大阪からはるばる来てタグホースっていうクルー組んでるんですけど、アルバム持ってきたんでよかったら今日だけ1000円なんで買ってください。ビートはコエンパさんに、燃えるゴミさんをオールプロデュースしたオーガウェブさんも入ってるんで、間違いない音楽を大阪から響かせに来ました。ありがとう。イエーイ。エスカイネにもう一度大きな拍手を。ビッグアップタグホース。イエー。そしてそんな最強強い今いもう波に乗ってるエスカイネを倒して見事優勝したのはランディ・ワッツ・サーティー。ふぅー、下町代表。いえいえいえ、おめでとうございます。さあそれでは見事優勝したランディ・ワッツ・サーティーにカンさんから、賞金の方ですか、呼びますか、賞金の授与をお願いします。なんか悪いお金みたいになってる。なんか悪いお取引みたいになってる。いやでも本当ぶっ飛んでてもいけてりゃ何でもいいと思ったね本当ね、うん、バッチリだった。いけてる耳障りのラップ、ダリってるだけのクソガキにはできないスタイルで提示をしている。お前の機能は測定しするわけじゃないぜ。アップロードされていくアップアップのラップも良かった。ガッツリ行こうぜ。 KOK 本戦ありがとうございます。イエーイ。それではランディ・ワッツ・サーティーに表彰式を行いたいと思います。キング・オブ・キングス KOK アンダー22イースト代表ランディ・ワッツ・サーティー様、あなたはキング・オブ・キングス2019グランドチャンピオンシップファイナルへの出場を勝ち取りました。決勝大会は2020年1月11日豊洲ピットで行われる予定です。この度は決勝進出誠におめでとうございます。ランディ・ワッツ・サーティーに大きな拍手。イエイ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 、おめでとうございます。鳥肌立ってる。ちょっとウィニングラップしますか。じゃあいいっすか。ウェイ
イエー、マジでここまで来ると思わなかったぜ、ありがとう本当に。1,2,3 Let's go 下町からどうぞ、言葉のボクシング、 I'm a represent プロレスラー、この際なら言ってやる。ガキの頃は殴られてしのぎ削る中もたくさんいたぜ、今じゃ言葉それがハズラ、たまにやっちゃったりあるけど大丈夫 KOK、 まずは5万で鎖でレックするぜ、そんから何を始めようか、俺がラッパーでナンバーワンだぞ。 Yo スピード、俺の地元の隣バイクでビューンって行ってやるよ、マジでありがとう。疲れた。ランディ・ワッツ・サーティンに大きな拍手を。ありがとうございます。ヘイトフルドッグスライブ呼んでくれよ。はい、大丈夫ですか、大丈夫ですか。それではですね、皆さん、東日本予選なんですが、もうすでに先ほどから、言葉にも出てます。